ねえ、おい、やろう、おい、やってやんねえ、おい、マジにしろ。しゃぶってあげてたのに。1年か。前田拓司熟成してる頃だね。ついでに寄ってみようか。早いね。もうちょっとでどうも行きだったのにね。しつこいな。代わりを探せばいいんでしょ。猫が食われて持ってきたんですが、なんだか気味が悪くて、ネズミの肉か何かだと思うんですが、安西さんに調べてもらいたくて。ネズミの？警察には安西さんしか知り合いがいないもんですから。お願いしたいんですが。人探し。タエさんと名乗ってました。タエ。人に言えない事情があって家出してたらしいんですが、ここ1年近く音信不通で。
携帯だらけじゃないか。まあいいか、どうせ暇だし。見てどうすんだよ。いや、そのタエっていう人の顔を確かめたい。俺見たんだけどガキの頃だよ、顔違うよ。歌舞伎町に公園ってあったっけ。あるんじゃないかな。立ちんぼしてたんだよ、歌舞伎町の公園で。変更のメアドがなんかもうたくさん来ちゃってて困ってるんですよね。よかったらアドレス教えますけど。うん、すいません。あ、休みで見る？どこの組のもんだお前。バイガーなんだよ。よろしくね。はい。くそ。冗談じゃねえよ。まただよ。またはめられた。あいつか。あのガキか。身長は160。体重は40キロ。違いますか？カエならここにいるよ。代行屋さん、先日のロレックスの件でお礼をしなくちゃって言ってたところなの。おかけになりません？元気にしてるかなって言ってました。人肉？ネズミの肉じゃなくて人肉？マニア通り美少女なんぞ。いた。それがバレて離婚したんだけど、血で逃げ回ったらしいよ。帰ってこう。それをビデオに撮って売りまくったんだって。大丈夫か？一体誰がこんなこと。あの男か。悪魔だよ、自分の娘。
見たんですか？ビデオ。あの後、あいつが店に来て。助けて。殺そう。あの男を殺す。痛い。ごめん。だから、ママの時は自殺に見せかけて、お姉ちゃんの時は出血がひどかったんで。ロレックスはどっちなの？え？嘘ついてごめんなさい。嫌いなの？だからなるべく血の出ない方法でって。かっこいいこと言ったって所詮男でしょ。分け前よこせとか決まってんだから。大丈夫です。お金には興味ないですから。散々舐め回してきたんで。いらっしゃい。だって今日はパパとパーティーだもんね。ね、いつものロックで。もう茶飲みすぎてるわ。ビールにしよう。Yeah.